プロ野球平均観客動員数ランキング2024、両リーグ平均39,669人で昨年より1試合あたり1500人近く増えてしまっている模様。弱いチームに人は集まらない。西武と楽天がどうにかなれば完全体なれるやろ。もう楽天売却して銀行と証券のポイント解約戻せや。チニドラコスパいいよな。弱くても客は来るし年俸も上げないでいいし。これも7位以下がパリーグでよくね。不人気球団の代表格だったオリックスが3番近く入るようになったのがでかいわ。玉村でも週に10万人以上動員ってやべな。オリックスも来年には各辺貯金が月客入りも減る。玉村は身売りして親会社変わらんとクソ球場とクソアクセスどうにもならんやろうけど、楽天はまだなんとかなるやろう。人気落ちてる言われながらもこれだけ入るプロ野球はすごいわ。サッカー見てみろよ。広島優勝する勢いだったのになんでこんな元なんや。俺は立地が最強だから強かったら人は来るわな。中日優勝争いするとこ見てみたいわ。迫力すごいやろな。現地客にはだそこはそんなに関係ないって感じなんかな。西武は豊島園跡地に移転すればよかったのに。エスコンは平日ガラガラでも休日に入れば飯の売り上げで札幌より稼げるって話だったよな。ご視聴ありがとうございました。